ババーン、あー、新年明けましておめでとうございます。まあ昨日はね、まあ昨日 おとといか、まあ年末年始の気分でしたが、ウイニングイレブンはシーズン途中だと、まだまだ行かなあかんでということで、早速シティのユニを着てボンバーしていきたいと思います。今日はね、ホドリゴ、年末年始のログインボーナスでホドリゴに、こいつあのポジショントレーナーついたもらえたでしょ、5個、うん、センターフォワードつけました。こいつのこの能力、オフェンスセンスのポジショニングがちょっと悪いけど、スピード瞬発は99、そして決定力97、このセンターフォワードのちびっこ最強の選手が生まれたんちゃうかということで、まあ、それを使うためにですね、3トップの真ん中ではちょっと非力かなと思ったんで、シメオネを使って2トップでホドリゴ行きたいと思います。これをホドリゴがもし最強だったら、僕は今後シメオネをどんどん使っていく可能性はあるとかないとか、そういう噂流れてるんですけど、そういう陰でこそこそ言うやつ大嫌い、邪魔でございます。ということで、昨日のユニフォームの抽選を早速しましょうということで、うん、誰にしようかな、もう適当に選んでいい。バッチョさん、チェルシーホチーおめでとうございます。ヘタレ太陽さん、コロンビア CO ユニ欲しすぎますということで、おめでとうございます。適当に選びましたけども、この2人に送りますんで、バッチョさんとヘタレ太陽さんはこの動画を見したい、チャマくんのツイッターアカウントに DM でね、送ってきてください、私ですということで、でそこであのね、 YouTube のチャンネルでメッセージが送れなくなってましたね。うん、で24時間経っても来なかったら、明日の動画撮るときにこの2人からあのメッセージが来てなかったら、また再抽選となりますんで、気をつけてね、この2人。YouTube、 俺の動画、まあ誰の動画でもいいんだけど、バッチョさんがコメントしてる、バッチョさんしか見えない画面ってあるじゃん、バッチョコメントするときのさ、あ、バッチョアカウントみたいな、それをね、ぜひ送ってきてください。あ、これ本人やなみたいな感じでやっていきますね、お願いしますということで。さあ、サネッティ めっちゃ強いです。カンテが微妙なマテウスでしょうか。で、ここクリスティアン・パボン、ドリブルのおじさんだから、ドリブル鬼おじさんだから、ネイマールも欲しいとこだけど、サラーを使って、ここのちょっとね、ムバッペが、うん、この2人パスがね、そんなになんですよね、下手ではないけど、だからクライフ入れてホドリゴ走りまくる、まくらせる作戦とかもありかもしれませんね。うん、まとりあえずホドちゃんの実力見せてくださいよ。でクリバリとバランね、ルーベンディアス、まあ、結構早めのあの後ろの選手ですけども、関係ない、スピシュン99、舐めたらあかんってこと で結構ね、何試合かやりましたけど、本当にね、あのパスをね、出すタイミングがね、いつもより早くていい。普通だったらこう、あ、抜ける抜ける抜けたみたいな時にピューンって出した方がいいけど、結構適当に出して、あのスパキャンでグーンって生かしたら結構ね、勝っちゃうんで、それでこそホドちゃん、そしてワンタッチで決定力があるから決めてくれるんちゃうか。年始から大革命、邪魔でございます。皆さんお正月気分どうですか。ふん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 、こらお年玉全部よこせ。てかこの人、そうだね、マナー A だったね。そのね、年末年始やっぱ回線悪いやつはね、やってるよね。休みだからかお願いしますということで、今日もね、マナー AA とかマナー A とかめちゃめちゃ当たってます。まあ、だから昨日はね、そう、昨日は軽かった、昨日あれかな、みんなお年玉で初売り買いに行ったりとか、危ねえ、おばあちゃん家に来たのかなと、2日から、今日から帰ってきて、まあ、サーバーパンク状態、まあ、とにかくこのこれにはね、あ、これかくない、誰がさんの、誰がさんの、誰がさんの、サネッティかい、はい、ワンツーナイス、はい、いいね、出せない、あ、まだ、よし、キムデビ来い、オッケー、危ない、サラ、これ誰だ、バランか、はい、ナイス、うーん、パスずれ、ナイス、いや、ルーベンディアス、ちょ、中盤でゴネゴネサッカーのルーベンディアスも2じゃない、取れる、欲しい、オッケー、ナイス、さあ相手、あ、めっちゃ上がってきてるね、中盤で崩してゴーゴーゴー、いけるんじゃない、あ、無理か、クリバリやっぱちょっと早いな、本当にね、ザッコ、あのピケとかね、ちょっと鈍足系の足遅おじさんたちだったら余裕でボンバーしちゃうんで、怖いよ、あ、これ怖い、あ、もうやだ、もうやだ、ちょ、シメオネの良さを生かせてないね、シメオネの良さを生かすっていうのも今日の目標に一つになりますな、触るね、はい、おーおーおー、
はい、取れる、取れないか。そうダイレクトでピョン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 やってくるから。なぜかというとこの人は、まあ、回線が重いとね、こっちの AI がバカになっちゃうからついていかないんですよね。ダイレクトでやっちゃえば、あのディフェンダーが反応悪いまま全部スル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 と押していけると。だから結構俺のね いつものフォアチェックの守備よりは、あ、行くんじゃない、間に合う、無理かな、ほどちゃんならクソ。ちょっとだからね、あのこういう時はね、なんていうの、取りに行くっていうよりは最後の最後やらせない守備っていうのを意識しなきゃいけないんだけど、フラするとかね難しいですね。はいはいはい、あ、いいんじゃない、出せる、あ、いけるいけるいける、クソ。ほどちゃんのスピードさぜひ見てほしい。オッケー、マルディ、マルディダメか、おいおい、カズル、危ねえ。ホトちゃんの良さがね、ちょっとまだ出てないですね。早くね、ホトちゃんの良さみんなに見せてあげたい。ナイトラ、ナイトラ、おいいね、近辺、はい、当てて、はいはい、あ、惜しい、ちょっと今入力、怖いよ、ほらほらほら、崩れていっちゃってる。お、ナイス、あ、パボン、パボン、はい、よし、サネティナイス。ここのワンツーでさ、どんどんやっていきたいよね。そしたらこれサラ決めれるか、あ、ホドちゃん惜しい、オッケーオッケー。でもホドちゃんのスピードがこう今プレッシャーグググググってかけたからコーナーになったよね、うん、素晴らしいね、うん、どうするこれ、こうか、マルディーニもちょっと上げたいところだけどね、センターバック2枚上げると、これアホなんだよね、これセンターバック2枚上げるとさ、ボランチが勝手に下がってくれる機能がないんだよね。だからめっちゃ人数少ない状態でカウンター受けなきゃいけない。ルベン、クソ、お前勝てるぞシティビア、ナイス。誰に出したんだこれは、あ、取れる、なんてさ、あ、来た、いやーくそ、オフ、オフか、ファールか、よし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 、ここここここ、ここ大事よ、ムバッペじゃねえな、ここで決めればスタジアム沸く。待てよ、すか、まあいいでしょう、決めてやれ、ちゃんは、お前がヒーローになる時だ、年始早々ヒーローになれ、強いマテウスキック力強いんだよな、マテウスのキック力は本当に読めない。コーナーキックもね、半分ゲージ半分ぐらいでもうドゥーンっつってぶっ飛んじゃう時あるからね。おっとマルディナイス、取られてる取られてる、数買わないでほしいな、ナイス、はい、出してないよ出してないよ、オッケー、ナイス、こういう守備だ、裏ケア、裏ケアで、よし、ホドちゃん行け、ホドちゃん行け、ホドちゃん行け、レッツゴーレッツゴー、ホドちゃん、いいね、あ、ホドちゃんこれ通るんじゃない、あ、惜しいな、あ、取れる、取れない、これはオッケーよ、はい、よし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 、逃げよう、逃げていこう逃げていこう、よし、あっあっ、バンバン、よしよしテンテテンテドローンテンテ、あれマジでね、あの打てたら強いから、でも大体打てない、ディフェンスに寄せられる、よしこよしこ、レッツゴー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 しちゃダメだ、シメオネはね、シメオネほら、あれ逆転ある、あ、いいパス、あー惜しい、あー中入れられる、オッケー、あ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 、マイボン、マイボン、マイボン、あ、出てないの、マジ、あ、危ねー、よしよしよし、まだあるよ、気合入れていけ、ちゃま、ここは正念場、いや、そいつじゃねえんだけど、
おーおーおー、ピョッピョッピョッ、まだある、まだあるんじゃない、これいけるんじゃない、これあと1回、無理かな、今前もね、サイドも出せたのに、うまい、コーヒー飲んで落ち着いていこう、よっしゃ、ご飯、ご飯行こう、はい、はいこれ、はい、はいこれ、はいこれ、サネティー、あ、来た、ホドちゃん、よっしゃ、ホドちゃんのあの速さ見た、99、ホドちゃんいいわ、決定力もあるしね、あ、俺興奮してきたよ、練習、あ、ちょ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 、オッケーオッケーオッケー、取れないんだよな。はい。ああ、逆足だわ。ナイス。ナイス。うお、危ねえ、誰？誰だこいつ？オーウェンか。これはちょっとあれだね。トゥナルだったらもうちょっと簡単にやれてるかも。なんかリトリートの悪いところをボンバーされてるね。ナイス。ナイス。あ、いいとこ、さあサラ決めろ、見せかけてーのー、天才、オッケー、これね、やっぱ締め技って言えば中外中のもう繰り返ししとけば簡単に攻めれちゃうみたいな、さあどう、今のもちょっとあのね、ボールはパスカットはできなかったけど、このプレッシャーがあることによって相手の判断を遅らせることができました、で、ナイス、ここ、はい、ホドちゃん、あ、ちょっと待って、ムバッペだったのに、あ、いやー、ムバッペが誘ってたな、俺に、空いてるよと、オッケーオッケーオッケー、はい、決め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 、オッケー、誰も取らないよ、マジでマルディーニ強いわ、マルディーニも FP クリバリより、ま、俺マルディーニの方が好き、お、どこがファウル、正月ボケしてんじゃない審判、おかしいでしょ今の、これどういうこと、これどういうことだ、パス、オッケーオッケー、あー、ナイス、ホドちゃんホドちゃん、お前だお前だお前だ、見せていけ、ドリブル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 、あ、くそ、今のパスだったね、ちょっと行き過ぎたか、はいはい、あ、やばくない、それ大きいナイス、あ、ファールあるか、ロナウドに出されたくない、うーん、ちょっと読みが悪かった今のタイミングミスった、はい、チャイティーヨ、チャイティーヨ来てるぞ、チャイティーヨが、そろそろ交代の時間ですかね、ここはちょっとボランチ2枚上げちゃってるから、シュートまで行きたい、パボン、オッケー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 、パボンね、キック力やばい、このドリブルのスピードあって、ドリブル上手くてキック力あるやついないからね、ここ決定力もそこそこ、これいいでしょう、こいつはいいよ、しかもこの後から来るサラーとパボンの決定力が鬼っていうのがね、相手からしたらピエーンって感じだと思うんだよね。ホドちゃんはでもまあスタミナがなくなっちゃってるね。ホドちゃんスタミナ86か。ここ変えるか、じゃあ。ロナウド・ネイマーのコンビにしますか。ちょっと一人 ST。マテウスがカンテ。これでいきましょう。うん。十分です。十分です。行きましょう。ロナウドどこにいんだ？パボンはピンポイント、そう、パボンね、ピンポイントクロスもあるから。ペレちゃん出す気もかなりのいい味出してくれる。よし。うわー、トラップ伸びちゃっていい。あ、やばい。あるか、応援か。はいはいはい、あー、ラッキー、臭いな、危ねえぞ、おい、
ナイス草草。これはやばいんちゃうか。オッケー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 。ヘイヘイヘイ。足りないなキック力。ナイス。これも危ないからどんどんクリアしていくと。いいよ。いいね。あいい。ちょ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 。よし来た。はい来た。いやもっといいパスなかった。これ誰だ、メルテンスか。ナイスルーベン。はい、よしよしよし。あうんパスゴミ。ちょっと待って、ちょっと待って、よし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 、いかせよいかせよ。かなり相手が勢いに乗ってね、逆転しようっていう、これに耐えきらなきゃ勝利はない。ムーバー、よし下、オッケー。あ、ロナウド走れ、来た。いいよいいよいいよ。中いないんだな、走ってくんないかな誰か。あー、おおおおおちょっと83分よ、83分、取れる。あー惜しい。来た来た来た、チャンスチャンス。キョ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 、全員で守っていこう、全員で。ツートップを引きずり出して、中盤が出てこないな。中盤出てきてくれたら簡単に崩せるのに。オッケーオッケー。ああああああ、ファール、マイボール、やばい、あと1回残しちゃった。読んでるっつーのー。コーナーキックにクリアしたけど、まあ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 、変に取られて事故るよりは。キーパーキーパーキーパー、危ねえ。ルーベンお前なら勝てる。オッケー、危ねえ。うーん、ちょっと慣れない締め折れでしたが、なんとか勝てまったな。ホドちゃんのあれどうですか。まあ1点しか取ってないけど、あのスピードはやっぱちょっと魅力的ですね。まだまだちょっと使いこな、まうん、この監督をもうちょっと使いこなすのと、フォードちゃんの良さを引き出していくっていうのがね、なかなかまだできてませんが、ありよりのありちゃいますか。まあ、これこのね、フォードちゃんを試すのに、結構負けてレートね30から40落としてしまいましたが、それでもチャマ気にせえへんで、チャマ気にせえへんでということでやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。2019もチャマンジェスターぶっ飛ばしていくぜ。お前ら振り落とされないようにな。さようならバー。まったねー。